高僧軍の神路高僧は、東松の反乱指導者。874年から10年間、全土を転戦しながら、反乱を指揮した。この一連の大乱を、高僧の名を取って、高僧の乱と呼ぶ。高僧の乱により、全国王朝としての唐は、実質的に滅び、以後は各地に割拠する軍閥の中で、長安一帯をかろうじて治める一地方政権に転落する。宋周延区県の出身。若い頃は官吏を目指していたが、科挙に何度も落第、これを諦めた後に渡し塩の密売に手を染めた。乾府元年、同じ塩の闇業者だった王翦氏が挙兵するとこれに参加し、やがて反乱軍の中心人物の一人となっていった。その後、王翦氏と高僧は分裂し、双方とも各地を転戦したが、乾府5年に王翦氏は官軍に敗れて戦死、一方の高僧は、乾府6年9月甲州を落として勢いを増すと、その後は破竹の進撃を続け10月、桂州に達し、丹州を占領していった。金満元年5月真州、6月泉州、9月に四州、11月に洛陽、12月帰宋を蜀の地へと逃亡させ長安を陥落させた。長安に入った高僧は自ら皇帝として即位し、国号を祭として天下に号令しようとしたが、塩族の寄せ集めである高僧軍に政治を取れる者などおらず、しかも長安入城とともに、唐の百官諸大夫を殺戮したため国政は停滞した。こうしてむやみに略奪を繰り返すことしかできないせいから、民心は次第に離れていった。こうした状態の際に見切りをつけた幹部の朱厚氏は、蜀の地に亡命していた唐に寝返った。そこを、蒲門節度氏の利活用に疲れると、蔡軍は、ひとたまりもなく長安を捨てて逃走した。その後の蔡軍は、次第に勢力を失い、金満5年5月に、中房県の北にある、王満渡氏の決戦で大敗すると壊滅状態に陥った。部下の小譲の裏切りで高僧は、木津宮を経て、故郷に近い泰山付近の大神虎屋に逃亡。そこで、外姓の林琴の解釈のもと自害して果てた。林琴は、高僧の支給を、唐の武寧節度氏の時、広氏のところに持参する途中で、砂田部の軍隊に殺害され、その支給を奪われたという。その後も小規模ながら、後を継いだ高僧の従子の高明が抗戦を続けていたが、やがて朱隠と利活用によって鎮圧された。23年後には、その唐を簒奪して、名実ともに滅ぼしたのは朱隠改め朱全忠の建てた公領だった。そしてその公領も3代16年で、利活用の子、伊有継家の建てた公党によって討伐されることになる。現在の中国では、農民反乱の指導者として、明朝末の李時世と共に高く評価されている。塩の専売は、古代国家においては、非常に重要な財源で、唐でも国家財政が悪化すると、その都度塩値が引き上げられた。そうした際、塩の闇業者は塩を安い闇価格で売っても、巨額の利益が出る上、安く買えた民衆はこれに感謝して、闇業者を歓迎し、村ぐるみ、都市ぐるみでこれをかばった。そうした闇業者を相手にいくら政府が取り締まりを強化しても一向に効果は上がらなかった。すでに財政が傾いていた唐はさらに塩値を釣り上げる。すると各地に塩の闇業者が次々に現れる。それでは、専売の塩の方は売れず、財政も好転しない。その結果政府は、さらなる塩値の値上げをせざるを得なくなる。という悪循環に陥った唐は、加速度的にその国力を衰退させ、逆に、塩族はあちこちで兵を挙げ、それらを糾合した王翦氏と高僧の反乱はしば叩く間にその規模を増大させて、各地を荒らし回った。高僧はいくつか、漢詩も残しており、大吉歌、永菊などで反乱への意気込みを歌っている。ありがとうございます。